はい、皆さんこんにちは、山本義則です。なんとこの度全国のドン・キホーテさんでバルクスホエイプロテインを取り扱いいただけることになりました。では早速店舗の中に行ってみたいと思います。まさか自分の監修した商品がですねドンキさんで取り扱っていただけるとは思いませんでしたので本当に嬉しいです。ラインナップとしましてはチョコ、ベリー、カフェオレ、ヨーグルト、こちらの4フレーバー 420g をお取り扱いいただいております。まだバルクスのプロテインを飲んだことがない、試したことがないと、新しいフレーバーを試してみたいというような方には試しやすいサイズになっております。そして送料がかからないというのもお得なポイントになるかと思います。そして発売を記念しましてキャンペーンを実施しております。日本全国のドン・キホーテさんでバルクスを探せということで、バルクスミッケのハッシュタグをつけて見つけた都道府県を記載して SNS に投稿してください。指定の投稿をしてくださった方の中から抽選で1名様に、さらに各都道府県3名様にもバルクス商品をプレゼントいたします。最大142名の方に商品当選のチャンスがございますので、ぜひご参加ください。詳細は概要欄に記載しておりますので、ぜひご確認ください。ドンペン君、バルクス商品の売れ行きはいかがでしょうか？とても売れているというような感じでしょうか？お近くのドン・キホーテで皆様がバルクスと出会っていただけることを願っております。フリーウェイト8週間やった場合、マシン8週間やった場合、そんなに違いが出るわけないんですね、はい、1年2年やって差がやっと出てくる、これがまあトレーニングというものなんです。皆さんこんにちは、山本義則です。今回は竹下隆平さんにお越しいただいて、いろいろと皆様の疑問を解決していきたいと思います。じゃあ早速ですけれども、はい、竹下さん、はい、今いろいろと X で話題になっている筋トレの、はい、まあ、いろいろな Q&A があると思うんですけれども、はい、特に何か気になったこととかありますか？そうですね、今のところちょっと6つ拾わせていただきまして、まず1つ目なんですけれども、筋トレでオーバートレーニングになることはほとんどないってことなんですけど、これについてちょっと山本先生なりのお考えをご教示いただけますか？はい、オーバーワークになることはないということですけれども、はい、竹下さんはどう思われますか？いや、ありますね自分が怪我したことあって肩痛めてしまったりとか、明らかにちょっとオーバーだったなっていう経験がありますので、やっぱりあるのではないかなと思います、まあ、結構論文とかだけ読んでいてですね、実際にトレーニングしたことはない人がいろいろ言ったりするんですけれども、実際にトレーニングしてれば、例えば今日ベンチプレスやって、明日もベンチプレスやった、大体上がんなくなるんですよね、はい、3日目はもっと上がらないということ、実際にトレーニングしてれば分かるんです、こんなこと、まあ、ですのでオーバートレーニングにならないなんてのはもう明らかにありえない。例えばですね、ただベンチプレッサーとかウェイトリフターなんかは毎日やったりします。例えばベンチプレッサーなんかは全身の筋肉をうまく使ってあげる、ウェイトリフターは上げてバーベルを落とす、となりますとあんまりネガティブでの刺激がない、となりますと筋肉の炎症とかも起こりにくいと、あんまり筋肉そのものへの負荷は強くかかっていない。でも例えば筋肉痛が来るようなしっかりしたトレーニングを行っていれば、翌日は間違いなく前日より上がらなくなる。これはもう皆さん実際にやれば分かること、上がらなくなればもうそれはオーバートレーニングでもあると、論文でもオーバートレーニングになるっていう研究ちゃんとあります。ただ論文というのはいろんな人たちにやってもらうんですね、トレーニングを、はい、でオーバートレーニングになるような実験ってなかなかできないです。普通のトレーニングって結構きついですので、はい、普通の人たちにこんなオーバートレーニングになるようなトレーニング毎日のようにやらせてっていうような実験自体がそもそもできない、難しいですよね。それでも無理にやった研究があるんですけれども、やっぱりオーバートレーニングにはなった。であと、まあ、ちょっとかわいそうなんですけれども、はい、人間じゃなくて、はい、マウス、はい、あるいはカエルとかを使った研究、はい、もう無理やり運動させる、はい、かわいそうなんですけれども、はい、それは5日間それを続けたら筋肉が明らかに減った、まあ、人間でそこまできついあの実験が出てるんですけれども、明らかにオーバートレーニングはあるということです、はい、続いてなんですけども、筋肉痛は筋肉の損傷とは関係がない、筋肉痛があっても筋トレをした方がいい、本当の理由、はい、これはですね、筋肉痛があるというのはどういうことかというと、筋肉の中に痛み物質が出てくるんですね、はい、で痛み物質というのは主にブラジキンと呼ばれるものです。
で、ブラジキニンがですね、筋肉の中にある受容体を刺激してそれで痛みを発するんですけれども、はい、これがあるということはまだ筋肉が完全に回復していない。そして、筋肉痛になるときにトレーニングするというのはどういうことかというと、筋肉がちゃんと回復していない、例えば100だったのが98になったところでトレーニングしているという状態ですので、その状態だと筋肉の合成能力が落ちちゃう。回復していないときって筋肉の回復の方にエネルギー、リソースが使われるんです、はい、回復してちゃんとリソースが回復する必要がなくなって合成に向けられる、そのようになった状態でトレーニングしていくと効果が出るということなんですね。筋肉痛があるときはあまりやらない方がいいということにもなります。じゃあ続いて3つ目なんですけども、筋トレを長期間続けて疲れが溜まっていると感じるのは飽きた、やる気がなくなったなどの精神的な理由があるのでしょうか。もちろんそういう人もいると思うんですけれども、はい、そうじゃない人もいますよね、はい、飽きてはいない、やる気はある、それでも長期間毎日のようにやっていてガクッとくるということはあると思うんですけど、これは実際にいかがでしょう。実際僕の場合トレーニングが嫌になったってことはないんですけど、うん、やっぱり競技者としてやらせていただいていく中でやっぱり思うように結果が出ない時、はい、その時になんか筋トレもなんかちょっとおろそかになってしまうタイミングっていうのはちょっとあったかなっていう、ただ最終的には筋トレ自体が僕好きなので、一度ちょっと折れてしまってもまたすぐ戻ってくるっていう、その繰り返しっていう形、逆に言うと結果が出ていればどんどんやる気出てくるっていうことでもありますよね。理想はそこに左右されないようなちょっと体作りまでいけたらいいかなっていう思います。疲労というものは脳とあと脳以外の末梢、その2つに分けることもできるんです。脳の疲労というのはやっぱり精神的なものもあるんですけれども、はい、精神的なもの以外にもやっぱり疲労が溜まるということはあります、はい、疲労が溜まってきますと脳の中で炎症性サイトカインというものができてきて、はい、これ以上運動しない方がいいですよ、はい、というようなシグナルが出てくるんです、はい、これが疲労の原因、脳での、はい、脳ではなくて末梢での疲労、はい、これは筋肉が収縮するときってカルシウムイオンが出てそれで収縮するんですけれども、例えばカルシウムイオンが出て収縮して戻って緩む、その繰り返しなんですね。トレーニングを繰り返しているとカルシウムイオンが出て戻るっていうその流れがもうずっとオーバーラップしてカルシウムイオンが戻りきれない、イオンが戻りきれないと出る量も減ります。となると出る量が減るとパワーが発揮できなくなる、筋肉が収縮しなくなる、はい、で脳の疲労、末梢の疲労両方ありまして、はい、この2つは精神的なものとはまた別、はい、精神的なものだけだったらもうやる気さえあれば全然疲労しなくてもいいと思いますよね、そんなわけはないということです。はい、次は4つ目なんですけども、フリーウェイトもマシンも筋肥大の効果は同じって本当ですかということです。やっぱり論文とかですとそういうのが出てくるんですけれども、そのフリーウェイトとマシン効果が同じっていう論文は確か8週間ぐらいしかトレーニングしてないですね、はい、トレーニングしたことのある人だったらこれも分かるんですけども、8週間トレーニングしてそんな差は出ないですそうですね、そんなに変わらないです。変わらないですね、はい、しかもフリーウェイト8週間やった場合、マシン8週間やった場合そんなに違いが出るわけないんですね、はい、そんなすぐに、はい、1年2年やって差がやっと出てくる、はい、それがトレーニングというものなんです、はい、ですので論文というのは短期間の結果しか見ていない、はい、ものなんですね。で、実際にどちらが効果があるかといいますと、もちろんフリーウェイトの方でして、はい、なぜかといいますとマシンってどうしてもネガティブで軽くなるんです。ポジティブの時にウェイトが上がって、でネガティブの時にウェイト下がります、はい、下がる時ってこのピンの間をウェイトスタックが動きますから絶対摩擦かかるんです。本来ならネガティブが重くないといけない、はい、フリーウェイトだったらその差はありません、はい、マシンだとネガティブが軽くなるということで、まずフリーウェイトが有利になる。そして他にフリーウェイトの方が軌道を自分で固定しないといけないです、はい、軌道を安定させるためには多くの筋繊維が使われます。多くのモーターユニットですね、使われますので、その点からもやっぱりフリーウェイトが有利になる、はい、ですので例えばマシンのベンチプレスが強くなっても、はい、フリーウェイトのベンチプレスが強くなるってことはあんまないんです。逆にフリーウェイトのベンチプレスが強くなるとマシンのチェストプレス強くなってくる。これもトレーニングしていれば実際にですね、経験上分かることですので、フリーウェイトとマシン全く効果が同じということはないです。ありがとうございます。
次まして5つ目なんですけども、筋トレ後30分以内にタンパク質を摂取しても他のタイミングで摂取する場合と比べて効果は変わらないっていうのはどうですか。まあ、1日のタンパク質総量が大事だという話が最近出てきているんですけれども、はい、例えば朝と夜にプロテインをいっぱい飲んだ場合と、はい、筋トレの2時間前2時間後に飲んだ場合、それを比較したところやっぱり筋トレに近づけてプロテイン飲んだ方が効果が高かったという報告がちゃんとあります、はい。まあ、もちろん全体の量が少なかったらタイミング変えてもあんまり意味はないんですけれども、はい、全体の量が同じであればやっぱり筋トレ前後にとった方がタンパク質合成も高まると、はい、これは減量だろうが増量だろうが同じっていうことですね、はい、ありがとうございます。続きまして最後なんですけれども、寝る前のタンパク質摂取は睡眠の質を下げるというのはこちらどのように考えますか。まず睡眠の質とは何かということなんですけれども、はい、寝てる間にですね、まあ、アルファ波とかシータ波とかいろんな脳波が出てくるんですけれども、タンパク質を摂ることによってその睡眠の深さが浅くなるということは全くないです、はい。例えばプロテインを飲んだら目が覚めてしまったとか、はい、そういう経験のある人がいるとしたらそれはプロテインを飲んで水分を取ってトイレに行きたくなったので寝るときには、はい、まあ、ちゃんとですねアミノ酸を取ることによって、はい、体をリラックスさせるようなアミノ酸もありますので、はい、ちゃんとタンパク質を取った方が、はい、しっかりと睡眠の深さ、はい、それも得られるということになります、はいはい。この山本先生なりのちょっとお考えを深掘りさせていただきたいんですけど、うん、寝る前のタンパク質摂取の睡眠の質を下げる可能性があるとしたら何分前はいけないとかそういうのってありますか。そうですね、これが例えばあの肉とかがっつり食べて胃腸が働いている、はいはい、そうすると寝つきが悪くなるとか、そういうのあると思うんですけれども、はい、例えばプロテインとか、はい、EA とかグルタミンだったら全然胃腸への負担もないですので、はい、胃が重いとか、はい、そう感じるのでなければ問題ありません、はい。まあ、食後は例えばちゃんと消化されて、はい、それから寝るのであれば大丈夫、はい。ですので、まあ、例えば肉とかだったら消化に時間がかかるんですけれども、はい、もっと早く消化されるものだったら1時間前とかに食べて寝ても全然問題ないですね。山本先生、本日はご質問にご回答いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回もご質問をいただいておりますのでそちらに回答していきたいと思います。質問です。仕事中食べ物からの栄養補給が長時間できなくなるんですが、筋肉の分解を防ぐためにせめて飲み物から分解を防ぐことはできますか。この飲み物が例えばプロテインとかでちゃんとタンパク質を摂ることができるんでしたらもちろん分解防ぐことができます。まあ、例えば仕事中にですね逆にプロテインを飲めるような環境ってすごくいいんじゃないかなと思うんですけれども、プロテインだったら問題ない。もちろん EA とかを溶かしたものを飲んでももちろん分解を防ぐことはできます。今回は X にいろいろ出ているですね筋トレに関する疑問について竹下隆平さんと対談形式でお答えしていきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。そしていただいたコメントの中から回答をしていきたいと思いますので、ぜひどんどんコメントを入れていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。